青年後見人がつくと選挙権を失うとした改正前の公職選挙法の規定をめぐる訴訟で和解が成立した規定については3月東京地裁が憲法違反との判決を言い渡し5月に後見人がいる人も投票が可能となったしかし、国側は地方選挙が相次ぐ中現場の混乱を避けるとして控訴していた。 そうした中、今日東京高裁で原告に選挙権があることを確認し、和解が成立した。札幌で係争中の訴訟も合わせ、明日中にすべての訴訟が正式に和解する見通しだ。